本因坊道作元禄十五年三月二十六日は、江戸時代の囲碁騎士。四世、本因坊、名人語どころ。本因坊三越、本因坊道越門下、正国は、岩見国。本世は山崎、陽名は三次郎。法名は日田し同作は、圧倒的強さを誇り、当時の一流騎士たちをことごとく先以下に打ち込み。 実力十三段と称用された。道作は手割りの考え方など多くの革新的な手法を生み出した。また、従来の力戦ではなく、全局の調和を重視した合理的な打ち方を用いたことなどから、近代以後の祖と呼ばれる。竹は、修作の後世に対して、前、生と称される。史上最強の騎士として、道作の名を挙げる人も多い。名人を九段。 名人上手間を八段、上手を七段とし、以下に段差を一種とする段位制を確立した。この段位制は1924年に日本基因が設立されるまで使われていた。同作の出た山崎家は、毛利元成配下の松浦田島守を外し、後に岩見国王田村の山崎にしたことから山崎公と呼ばれるようになり、山崎制とした。 その長子前衛門は岩見国大久保氏に仕える。同作は前衛門の子である父山崎七衛門、母浜の次男として岩見国馬寺に生まれる。七歳の頃から母に囲碁を習い、十四歳で江戸へ下り三越門に入る。1667年に五条五発出資し、同じく初出資で一歳年長の安井智明に白番五目章。 1668年からの安井山地と道越の20番争い後においては、指導越への意見を述べることもあり、また道越とは互い戦で11局の対局が残っており、道策は、千番で5勝、白番で2勝3敗1事後としている。父、山崎七々江門と母、浜との間には、三代蔵がいたが、三男で道策の実定に当たる。 道沢同じく三越門家の囲碁騎士であり、後に、井上家を継いで三世、井上隕石となった。母は、細川津利の乳母も務め、その縁で、道沢の兄七江門の小五郎太夫は、細川家に仕え、重帝の半十郎は道越が退院して、京都にいました際にその、付き添い人となった。また、山崎家からは、後には十世井上隕石が出た。三地と、 道越の二重番号が1675年に終了すると、産地は五所を返上。二年後の1677年に、道越も退院するとともに、道策を五所に推挙する。この時道策は二世、安井三鉄、井上道三石に、高崎、安井友明、安井春則に、高崎に、林門入りに、高西の手合いであったことから、 自社奉行より五所を命ぜられた。五所の地位は、江戸期を通じて四家元の争いの舞台となってきたが、隔絶した実力を誇った道作には、竹からの意義は全くなかったという。翌年5月に五所の奨書を過付され、これが最初の五所の奨書となっている。その後も五条合仙六百九十六年まで務め、相手が偏っているとはいえ14勝2敗で、 二杯はいずれも双子局で一目負けという圧倒的な成績を残した。特に1683年の安井春の殿とのに、五局一目負の後は、自ら一生の傑作と述べて名高い。ただし、将棋の大橋家に残っていた大橋屋文書によると、1698年のお城後について、小どころとして対局の組み合わせを作ったが、 自身の対局予定がなかった道作に向かって、安井智明が自分と道作との対局を望んだが、道作が断ったことが記されている。道作が対局を断った理由については、こ所であること、盤上の争いを避けるの二つを挙げたとされ、晩年とはいえ、史上最強の騎手のイメージが崩れる言動である。マスカワ・は、道作が対局を避けたのは、 負けた場合に権威に関わるからであろうと記している。1688年には、京都若光寺にて、本因坊三冊以前五回を開く。墓所は、京都名、泉山若光寺、東京の本名寺、聖火の山崎家の三箇所にある。聖火には、三次郎時代に愛用した万弱も残されている。火星、人丸、火星雪舟と並び、岩見三章の一人ともされる。 薩摩藩主配下にあった琉球から1682年に幕府への使節団が送られ、この中に琉球第一の名手とされる親雲上浜比賀が含まれていた。浜比賀は道作の名声を聞き及び島津光久を通じて手合いを申し込んだ。同作はこれを受けて島津藩邸にて対戦する。かつて本因坊三者が朝鮮人利役を三死で破った例があったが、 道作は四子の手合わりをして同作はこの後に十四目価値を収める。浜日川もう一曲を求め、今度は浜日が二目章となった。その後、浜日川、面状の発行を望み、道作は上手に二詩すなわち三段の力を認める面状を与えた。島津公よりこれへの謝礼として、白銀七十枚、巻物二十巻、泡盛二坊を、 浜日賀からは、白銀10枚を送られたという。寄付は全部で153曲が残されており、うち安井智明との対戦が48曲で最も多い。残された寄付に、黒番での負けは1曲もない。1683年5条5本陰暴動作、安井春地黒38手目に、黒1としたところ、白は当然と思える3でなく、上辺白2へ向かった。 黒3と打たせても上辺に6と侵入する方が大きいと見たところに柔軟性がある。その後黒も黒 A、白 B、黒 C と攻めたテルが、白は手順を尽くして裁きに成功した。同作にはご虎と呼ばれる小川同敵、佐山作元、桑原同説、熊谷元博士、星合八博士などの優秀な弟子がいた。 道策はまず道的を後目に指名したが、これに、桑原道説が反発、自分と勝負の上で後目を決定してもらいたいと、申し出た。しかし、道策はこれを拒み、実定の三世、井上隕石を説得して引退させ、道説を井上や四世に据えて納得させた。しかしこれほどの期待をかけた道的はわずか二十一歳で、要請し、代わりに、 最後目とした、佐山作元もまた二十五歳でよう去った。そして、作元の死後は後目を立てなかった。これは二人の死のショックからというよりは、未地の成長に期待をかけたためと言われている。道地は、道説の貢献を得つつ成長し、無事本因坊家稽古せいを継いで、後に、名人ごどころになった。なお、未地は、未作の実子という説もある。道作は、後世 規制と呼ばれ、史上最強の騎士に名を挙げるものが多い。ありがとうございます。